はい、こんにちは、こんばんは。今日は久しぶりに歌詞朗読をしていこうと思います。じゃあ行きます。どうぞ。皆さん、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。本当にチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の動画に行きましょう。どうぞ。酔い闇につまはじき、悲しみに雨ざらし花曇り、枯れた街にべもなし、わびしげに花たらしヘラヘラり、笑えないこのちんけな泥仕合、からくれないの髪飾り、荒ましき恋がたき、触りたいベルベットの生尻に、薄ら寒い笑みに、あなたフラミンゴ、鮮やかなフラミンゴ、踊るままフラフラ笑ってもう帰らない、寂しさと嫉妬ばっか残して、毎度あり、次はもっと大事にして。お目通りありがたし、闇雲に舞い上がり、上滑り苔落とし、口ずさみうろたえに軽はずみ、アホさらし、愛おしいその声だけ聞いていたい。半端に稼いだあぶく銭、たかり出す昼とんび、くだらないこのステージで光るのはあなただけでもいい。それはフラミンゴ、恐ろしやフラミンゴ、はにかんだふわふわ浮かんでもうさいなら、そりゃないね、もっとちゃんと話そうぜ、畜生め、吐いた唾も飲まないで、ひさめに打たれて鼻たらし、あたしは右手に猫じゃらし、今日この程度じゃ騙せない、狭間でさまようとこしえに、地獄の閻魔に申し入り、あの子を見つけておくんなまし、酔いどれ張り子の物語、やったれ死ぬまで猿芝居、あなたフラミンゴ、鮮やかなフラミンゴ、踊るままフラフラ笑ってもう帰らない、寂しさと嫉妬ばっか残して、毎度あり、次はもっと大事にして。皆さん、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。本当にチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の動画に行きましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあこのフラミンゴですね、前回の最後に朗読したのはなんだっけな、関連だったかな、あの再生リストがあるんで概要欄に貼っとくんで、ぜひ過去に朗読したね、僕の動画も見ていただきたいんですけど、その時は、iPad かなんかで確か歌詞を見たんだけど、まあせっかくね、物があるということで、このフラミンゴのね、CD についてくるこの歌詞カードで、読んでみましたけど、まあ別に僕はすごい朗読が上手いわけでもないし、その、国語的な能力がすごい優れているわけでもないので、本当にただ読むだけになっちゃったかもしれないですけど、まあちょっとね、気持ちは、僕なりに込めて読んでみました。いかがだったでしょうか。このフラミンゴっていう曲ね、買った当時よりも今の方が思い入れがあって、というのは僕はこの米津玄師っていう人の CD で一番最初に買ったのはフラミンゴの、このフラミンゴ版なんですよね。これが一番最初で、っていう思い出が一つと、まあこの間あのロケ地のデリカに行ったっていうのもあるし、あとはそのフラミンゴのミュージックビデオが公開される時に、なんか確かなんか渋谷だか、なんかその辺のなんか、でっかい電光掲示板みたいなところに映像がバーンってそのゲリラで乗って、それを LINE ライブかなんかで流すみたいな感じで公開みたいなところで、僕ミュージックビデオを一番最初に見て、すげえ画面が暗くてもう映像全然見えなかったんですよ。友達と LINE しながら、なんか流れてるよっつって見て、なんかこう、あ、暗くてよく見えねえとか言って、次の日あたりにミュージックビデオ公開みたいな感じですごいなんかテンション上がったのを覚えてますね。だから僕が、一番最初に触れた楽曲ではないけど、一番最初に買ったものとしての CD という意味では、これが一番先なんですよね。フラミンゴは。だから僕フラミンゴのリリースぐらいから、そのちょっと前ぐらいから米津玄師のファンになり始めたっていうことだと思うんですけど、って考えると結構最近なんだよね。最近とは言ってももう3年ぐらい経つのかな。結構時間って早いものでね、そんな風に経ってしまうんですよね。まあ、当然このフラミンゴのねミュージックビデオが出た時はまだ YouTube やってないので動画はないんですけど、まあやってればよかったなという風になんとなく思いますね。
なんかこの間そうアンケート YouTube のコミュニティ機能でアンケート取ってその最新情報を追いかけるっていう動画と過去のだから今日みたいな朗読動画とかそうじゃなくて過去の動画の歌のとか曲のねことについて考える動画とかそういうのとどっちが見たいですかみたいな二択でコミュニティ機能にアンケート出したら今現時点で50人票入れててくれてて50人入れてくれてもう 50-50 あの半分半分 50%-50% になってるのであじゃあってことはまあ見てる人からするとまあどっちも見たいというかどっちも見たくないというか多分そういう感じなんだろうなと思ってまあじゃあ今まで通り最新情報が来たら何もない時はなんか今日みたいなこう朗読動画とかそういうね箸集め的にこう挟んでいこうかなというふうに考えてやっているところです。だからなんかね毎日2本動画出すみたいなのは一回ねやってみようと思ってねあの3日か4日間ぐらいやってみたので皆さんには怒涛の1週間ぐらいの、ね、動画投稿の動画を見ていただいたと思うんですけどやっぱりねあのみんなが見たいと思える動画を投稿しなきゃ意味がないんですよ。だから僕はその1日2本投稿って結構自己満でやっちゃったところがあって1日2本も投稿してる自分偉いみたいな感じでやっちゃってたんですけどでもそうじゃないだろうとだから見てる人が見たいと思える動画を作らなきゃ結局のところ意味がないということでね今更ながら気がつきまして本当にもうこれはねあの申し訳なかったなと思うんですけどまあだから僕はだから皆さんの需要を考えつつ供給をしていければなと思います。ただとは言ってもね1日1本ぐらいはやっぱり動画作っておかないとねいけないかなと思うので動画作らせていただければいいなと思います。あとはねライブ配信もねちょっとね力を入れてってほどでもないけどねちょっとやっていきたいななんて思っていてんまあ特にそのものすごい面白い配信に急になりますとかってことじゃないけどだんだんこうグレードアップしていきたいいけたらいいなというふうに思っております。前回のライブ配信とかはなんか米津玄師検定みたいなそういうサイトを探してきてみんなと一緒にねクイズみたいのを解きながらやるみたいな配信を1時間ぐらいやってこれ結構楽しかったんですよね。でも結構皆さん多分普段来てないような人も来てくれたんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか楽しかったですね。でみんなで一緒に解きながら間違ってた間違ってたとか新しい知識がね坂東英二さんと米津玄師が同じ高校でしかも坂東英二さんってなんか甲子園球児だったみたいなしかも甲子園に出ただけじゃなくてすごいなんか野球の上手い人だったみたいな話をね知ったりとかねあのおじさんそういうすごい人だからテレビに出てたんだとかねなんとなくそんなことをね初めて知ったりとかっていう風なことがありましたね。楽しかったですね。ライブ配信ってそういうのがあるから楽しいなと思ってなんか川津屋をカエルやって読んでた僕をねなんか川津屋ですよって教えてくれたりとかねなんかそういうのなんか僕の知らない知識で調べてもすぐにてか調べることがないであろう知らない知識をこうみんなから教えてもらえるのは非常にライブ配信の醍醐味だなと思って楽しかったですね。まあ今後もなんか何かしら考えて続けていきたいと思います。じゃあこの動画は、フラミンゴのね、歌詞を朗読してみようという動画でした。久しぶりでしたね。再生リストにも加えておくのでぜひそちらもよろし、確認していただければ嬉しいです。じゃあこの動画終わります。よければいいねボタン、あとチャンネル登録ボタンが多分この辺にあると思うのでなんかぜひねまだチャンネル登録してないよって人がここまで見てくれてるんだとしたらぜひチャンネル登録していただければ僕は非常に嬉しいのでよろしくお願いします。じゃあこの動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また明日。さよなら。皆さんチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。本当にチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の動画に行きましょう。どうぞ。